はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメトロロイヤルやっていこうと思います。はい、今回やっていくのはこちらです。もう皆さんこの格好を見てもらえば、僕が何をやるのかわかると思います。多くは語りません。それでは早速アドバンスソロやっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、今回は、こちらのですね、ボットのフリを使って敵をね倒していこうと思うんですが、皆さんこちらですね、アドバンスソロではなくてソロスクです。ソロスクにやってきました。でね、このねボットのフリ作戦、何がいいのかっていうと、防具を着ていかなくて済むので、負けた時にね、ロストしてする可能性が低くなります。でね、この敵を一人でも倒して、でもその敵からさ、物資奪って、着てしまえば、着込んでしまえば、こっちが死んでも最悪持って帰れるので、ロストするかどうかは確率なので、こんな感じでね、やっていきましょう。こんなはずでは。痛い。ちょっと待ってくれよ。お前ら撃つな、マジで。ふざけんじゃねえぞ、貴重なさ、体力が。マジでやめろ。俺ら仲間じゃなかったのかよ。おい待て、マジでやめてくれ。おい本当にやめろ。おい俺回復持ってきてねえんだ、マジで。マジふざけんな。おいやめてくれ、頼むから。痛いって。おい、ボットにやられる。やった。いやマジで危なかった、本当に。ようやく見つけることができた。いやこのね、救急物資を取って、もうしっかり回復しましょう。マジで危ねえ。オッケー。あ、来た来た来た。二人走ってきました。撃たれてんな。いやーこれはね、チャンスですよ。悲観ポイント多分その目の前でさ、帰ろうとしてんだろう。あー、3人いるわ。いやーこれ最後の1人ね、倒します。最初の2人はもう通す。ここはね、あえて。いやー楽しくなってきたぞ。お、なんだあいつ。いや、いるね、いるね。オッケー、あの人倒そう。いやー楽しくなってきた。さあ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 、帰れ帰れ。とりあえず二人が、二人帰んないとな。オッケーオッケー、いいね。さあ始まっていく。やばい。はい、ノーロスト。これがボットのフリの強さなんだよな。ノーリスクで、ノーリスクでいけるわ。さあ、行くぞ。来た来た来た、来ました来ました。一人か、行きます。あいつは返さねえ。もうやる、 100% やる俺が。あーいいね、いい装備だ。後ろにボット引き連れてんじゃん。マジか。取ったぜ、やりました。赤落ちてるぞ。うまい、うますぎる。マジか、うめえ。おい、これはやばい、これはやばいぞ。なあ、うますぎるっぺ。やべえ、手が震える。うますぎる、ありがとうございます。ジージー、マジか、いいの？
そんなにもらっちゃっていいのか。ありがとうございます。うますぎ、もう帰る、マジで帰るわ、うめえ。はい、というわけでですね、皆さんいかがだったでしょうか。このボットの振り作戦がね、もう相変わらず強すぎるんです。いやーマジでさ、気持ちすぎる。皆さんは絶対に真似しちゃダメよ、本当に。これ禁止ですからね、本当に犯罪です。これは犯罪なんで、皆さんやらないでください。はーい、期間成功、合計利益70万、スチールフロントベリルと、ベスト6とバックレベル5と MK 精密いただきました。ありがとうございました。以上、こんがりでした。じゃあな、じいじい。はい、というわけでですね、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。特別に誰でもできるボットの振り講座を開催したいと思います。まあ、僕のね、Twitter の DM とか、まあ、YouTube のコメント欄でね、ちらほら、こんがりさん、こんがりさん、ボットの振りがどうしてもうまくいきませんという方が、まあ、ちらほらいると。ということでですね、今回は特別に皆さんにあのボットの振りを伝授したいと思います。簡単なね、この資料を用意しましたので、皆さんこちらを見ながら、説明させていただきたいと思います。まずはじめに、まあ、これはもう基本中の基本。もうこれをやらない人は、ボットの振り諦めてください。スキンを外しましょう。もうすべて、ヘルメットからバッグからもう何から何までもう全部、もうスキンは外してください。まあ、基本ですね。ボットの振りは、メイン武器1本と、まあ、近接武器1本を、装備していくんですけれども、よく忘れがちなのが、フライパンのスキンをつけていたり、まあ、鎌とかね、近接武器のスキンを、外し忘れたりすることがよくあるので、皆さん、ここはね、絶対に注意してください。で、2番目。武器は精密。弾は爆発。まあ、これはですね、もう自分が防具を着てないから、もう武器に全振りするしかないわけですよ。なんで、もうスキルも、もう本当に AR を使うなら AR、SMG を使うなら SMG のダメージアップスキルまでしっかり整えて臨みましょう。はい、3番目。アドバンスはソロスクを選択。これはどういうことかというと、ソロにするとね、脇ポジが近いので、ボットの振り、準備を整える前に、気づかれることがね、よくあります。なんで、もうこれは、アドバンス選択していただいて、スクワットでやりましょう。スクワットだと脇ポジが結構遠いので、まあ、自分のね、準備する時間を確保することができます。はい、4つ目。走るのは最低限。もうボットは走らないので、まあ、最近少し走るボットも出てきたのかな。ただ、まあ、基本はですね、鏡歩きとか、歩き。まあ、それをね、心がけてください。はい。で、これ、5番目。服装が一番大事。服装が一番大事なのよ、みんな。ボットの服、よく見てみて。まずは、頭にお面。このお面もですね、なるべくね、地味なお面。まあ、ボットを観察するとわかるんですけど、まあ、ボットよく観察してください。で、ズボンですね。上は裸よ。で、ボットに女性はいないから、絶対に男性。男性にして、上は裸。下はですね、まあこの茶色い、薄茶色のズボンがいいね。で、靴もしっかり履いてますから、ボットさん。ボットさんしっかり靴も履いてるので、裸足にはならないように。はい。で、ちょっとね、1番目のスキンを外すに戻るんですけど、この武器さ、スチフロとかコブラをつけてしまうと、ちょっと青とかオレンジが目立ってしまうので、本当はですね、精密の武器にしてください。補足しました。はい、最後、ボットを観察しましょう。まずは、メトロ、潜っていただいて、しっかりボットがどんな動きをするのか、皆さん、その目で観察してみてください。そうすれば、おのずと、ボットへの道は開かれる。以上、こんがりでした。じゃあな、ジュジュ。みんなも楽しくボットライフ。